別は、永遠のゼロが好きです。電車の路線はもう間違いなく阪急電車の宝塚線です。阿部さんか、まあ、体に気をつけて頑張ってください、はい、今まで一番恥ずかしかったのは、原付でいつも移動してるんですけど、原付の前にあのカバンを置いてあのバイトに向かってて、でその時もやっぱちょっと時間がギリギリだったんでめっちゃ飛ばしてたんですよ。で駅まで原付で行って原付止めて下見たらカバンがなくって、どっかに落としてきてたんですよカバンを。でやばいってなって、あの来た道を原付で戻ったら、あの歩いてたおじさんに向こうって言われて、向こう行ったら道路の真ん中に私の荷物が全部散乱してました。それ拾いに行くのがすごい恥ずかしかったです。1日休みの日があったら映画館行って映画見て美味しいご飯食べて家帰って寝ます。